やっててつらかったわ。つらいね。てかね、スクリームしてずっとつらい。あかみくん、元気にしてたね。今、楽しくロールできてるかなって思ってる。本当に本当に。なぜか、朝起きたらトップレーナーになって、彼の残した言葉知ってますか？って言ってましたよ。やっていきまーす。意外とうまくでしょ。しましたか。問題なし。はい。はい。リオプレゼンスだ。ああ。今回チームこれ。おお。はい。いろいろあった。結構攻めますか。先週と同じ組み合わせなんですが、先週これで実施したところなんと終わったのが2時という驚異的なことになってますね。皆さん今回は。終わったらもう10分後に試合が始まるので、はい、あのリプレイを見たりしないでください。もうあのフィードバックして20分みたいなじゃなくてもトイレ行って試合開始。はい、okay。 まあ赤まで行ってゴール向かってラフター狩ればいいと思う普通に。うん、2レベル早いな。ピュッナイスナイス。避けんだろ知ってんだよな。避けろ避けろ避けろ。シェサキ取るね。ウルカちゃん。避けんだろこっちだろ。あ、まあ、知ってんだよな。ウルカちゃん。避けるもんね。こっちだもんね。下側。わかるよ。わかるよわかるよ。はい、こっちだもんね。わかるよ。これザク飛んできたら弾くから。避け。手に取るように分かっちゃうよ。君の避ける方向が。じゃあ一人ごとなしにしといて。あ、ごめんなさい、ごめんごめんごめん。集中、ゾーンに入ってた今。インヒビ行ってる、インヒビ行ってる。インヒビギブスいいよ。あれ、それ無理しなくていい。トップレーン。うん。来るかもな。ファイトして、ファイトして、ファイトして、ファイトして。ナイス。待って俺とジンクス、マジでポジショニング悪い。けど、まあ、とりあえずジンクス使って殴るしかない、これ。おいしのしたな。ナイス、セジュウルトイめっちゃいい。ジンクシージンクシーめっちゃジンクシー手前から味方ああこれファイト見たいけどな。プッシュかなこれ捕まえたけどジンクシーは見るゆっくり手前か手前か手前から手前から手前から見てる俺見てるからザックは死んだ。ナイス。ナイス。手前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 。ザックのパッシブ。これこれザックのパッシブ。ザックのパッシブ。パッシブ。ザックのパッシブ。ナイス。ナイス。いやこれゆっくりやっぱ勝てるぞ。オッケー。いいフックだけど。ジンクス。ダメが足んねえなー。ダメが足んねえなー。どんまいどんまいどんまい。まだランタンあるランタンあるランタンある。タワータワー。ネクサス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 。いや溶けるなぁ。G だ。うわぁ、ソーリー。いや、ナイス。G だ。次はレッド側からってこと？俺ら。相手がどっち選ぶからかな。あー、なるほど。まあちょっと、俺もね、ジャングルが上手くないから、全体見る余裕が、ちょっといつもよりあんまないから、ちょっと申し訳ないけど、これ、をもらえると俺もすごい助かります。すいません、ごめんまい。俺もね結構いっぱいいっぱいちょっと助けてほしい。なんか今の試合ガチで何もできなかったな。いやね、ちょっと俺もね何もできてない感がねちょっとやってて つらかったわ。辛いんだ。てかねスクリームしてずっと辛い。ぶっちゃけいいね。ジャーバーまだどこも見えてない。ジャーバー見えてないね。これプッシュしたい。行け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 。トップ。トップジェフォー。ドラゴンワード刺すわ。これミッドレーンプッシュできそうだな。ちょっとゆっくりやっといてミッドレーン。まだ消えてない。トップ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 。ドラゴン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 。ああこれ死んだか。ジェフォーフラッシュジェフォーフラッシュ。とりあえず逃げといて適当に。時間稼げば美味しいって。オッケー。もうスタートする。下がれると思う。え、ナイス時間稼ぎ。オッケーオッケー。ミートフラッシュ、ミート、あれ、ウルト落ちてる。オッケー。あなたのチャンピオンは倒されました。俺らボットプッシュ、これ。ヘラルド。ボット2対2。
殴った。俺は結構強い。いや殴った。これ3対3。オッケー、寄ります先に。俺らの方が強いぞ、今ミッド。ラカンが寄る、これ。俺、俺は下げる、俺下げる。あ、オッケー、終了、終了。いや、俺下げる。ラカンいた、ラカンいた、ラカンいた。マジでミッドでかい、これ。大事、これが。超動きやすい、これがあると。ラカンが育ってくれたから、これ。俺らヒールとバリアとフラッシュ全部あるから、これ、食らっても大丈夫。ここ乗りますね、僕。次、僕、シャドウフレームいきます。オッケー。ぶっちゃけ俺、トップ一回覗いてもいいんだよな。タコ負けじゃないなら。タコ負けじゃないよ。ガンク行ったら行きそうなら、どっかちょっとなんか。いや、そのうち勝つからいいよ。あれ、ボットでいい、ボットでいい。オッケーオッケー。マジでそのうち勝つ。はいはいはい。ワードどこ置いたですか、ゼロスさん。僕今、トリンケット。今、上サイドケア。了解。無理だな。戻ります。いや、これ全部ビジョン取ろう。で、戻ってオッケー。いや、惜しかった、今の。いやすいません。食べない食べない。俺らこれギブない。トリン寄って。俺ら。トリンも来ないと。トリン寄って。トリン寄って。一旦隠れてトリンの。まあといいよ、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 まあといいよ。手前から、手前から、これ。トラ殴る。これ下げてほしいな。そうだね。出てない？ここにワードあるかもな。これ反転するわ。いい？オッケー。見てね、見てね。ラカン注意ね。こっち手前からでいい。オッケー、オッケー、オッケー、入っていいよ、入っていい、入っていい。ニーコも前行っていいよ。ニーコも前行っていい。ダブルズは崩壊したー。ラカンのウルトもらったー。マジかー。これビクターで狙うかも。オッケー。これフィオラがニーコフォローアップね、ニーコフォローアップ。行くよ、これ。はい。まだ、まだ行かない、行かない、行かない。じゃあこれ下がって、あいつ下がってから無理。下がってから無理。トリンいいよ、俺ら4対4でいい。4対4でいい。ああ、寄る寄る。じゃあ俺は寄るわ。俺は寄るけど。怒られる。怒られた。俺ヒールある。相手来た。これ、ビクターねえかも。勝てやん。オッケー、見てる。勝てやん。頑張ってる。頑張れ。うわもうダメージが通らない。ジジだ。こっからペンタしたら英雄。ナイスペンタ、ナイスペンタ、ペンタ、ペンタ。ジジ、ジジ、ごめん。先寄りってやつですよね。あ、そうそうそう。赤見くん、なんか元気にしてたね。赤見くん楽しそうだったな。え、ふた、泣いてはないんだよね。うん？全然泣いてないよ。そうだよね、そうだよね、そうだよね、そうだよね。今楽しくロールできてるかなって思ってる。本当に本当に本当に、うん、大丈夫だよ。入れ替わってる。何もなければまさかチームで楽しくミッドヤスをやってたはずなのに。大丈夫だよ全然。なぜか朝起きたらトップレーナーになって一切ガンクが来ないトップレーナーをやっていた。いいんだよ、大丈夫だよ。次勝てばいいんだよ、しっかり勝とう。さあこのフランシスコはジャパニーズコリア UG が華麗なる登場できっちり取っています。ただここで高いスペシャルが UG スペシャルをステッドファスでスタンさせて、そしてササティックシムの合流に合わせてシャルルのノックアップ。シャルル氏うめえな。ラグナロク展開のクズハがまたしても止まらないぞ。スピリットラッシュからのチャームはフェザーストームで避けていますが、どこまでもついてくるのはクズハ。フラッシュを他のチームトップレーンのプールがいい。ねえやめてよ。いや、まあ、ねえやめてよ。お前のはしょうがない。まあスタンミに関しては全ての点において被害者なんだよ。そう、俺はスタンミを攻めるとかじゃなくて、残りの3人プールがいい、非常に。ケイルはマジでもこの大会に刺さってるわ。強い。ケイルだの、フィオラだの、ケネンだの、ナーだの、オラフだの、なんかちゃんと出てくるのマジで偉い。もう俺らボットレーンは良かったし、まあミッドジャングルも今回良かったから、あとは事故んなかったらもうちょいいい形になってたかなっていう感じだった。そこを、あー、スクリームの段階でこれができてたら、うん、もうちょいその中盤の自己フェーズも詰めれたよな。そうだね。どっちかと思う？いや、それは川上さんでしょ。俺は増永が勝つと思う。なんかさ、ないん、その情報みたいなのは。情報だけを見てさ、なんか冷静にじゃないじゃん今は、うん、川上をみんなで応援しようじゃねえかよお前。裏切り者と見るか元仲間と見るか、ここは分かれるところ。裏
切り者と見してみるけど、わって太鼓パスじゃない、なかなかの裏切りたくて裏切ったわけじゃないでしょ一応本人の意思ではない腰を据えてくれてたよ。でも彼の残した言葉知ってますか？俺は昨日まで囚人服を着ていたって言ってましたよまあ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 、まあ、これをこれをどうこれをどうこれをどう見るかこれをどう見るかそんな俺は勝つのは松永やね、勝つのはそんな苦しそうにロールしてた川上。まあトップはマジでそうだよね。はい、なんかソロレーナーからひたすらごめんが出るロールをやってた。そうだよね。で俺も何もできてないからなんかうーっと、ね、トークになってた。